大富豪のやつやりたいんです。毎日50カウント加入ありがとう。カタンの配信見て私もしようと思った。カタン配信してたの知らなかった。なんならみなさんぜひフォローお願いします。じゃあ今からフォローチェックをしていくよフォローチェックをしていくよ。こちらのなんとですね、ショールームを始めてツイッターのフォローが2人増えました2人増えました。なんとびっくり仰天。2人増えましたね。でも2人増えてるのに3人減りました、フォロワーがフォロワーが3人減りました。2人増えて3人を失いました。おめでたいのかおめでたくないのか減ったなんで。でも多分その人はフォローしたけど他の人が外したってことですね。うん、嫌なことしたかな。ダッシュできました。ガンダガンダあんなこった。なんか知らんけどドラフトに行き最高的な思った。それな、最高。解除してまたフォローに、ね、やだそれマジでやだ。そういうことだよだね。あれなぜ減る。ジェットコースター。皆さん元気ですか。なんかお題ください。お題話す。今日のテーマを決めましょう。本日のテーマを。うん、すでにフォローしてくれてる人はありがとうございます。いいねリツイートいつもしてくれる人もありがとうございます。でもしてない方、そこの画面のあなた、そうです、あなたです。このあなたは今すぐアリちゃんのツイッターに飛びフォローしてくださいインスタもですね。いやしてるし、してる人はおいこうさんですありがとう。722の曲について。722はですね、まあ皆さんにね、そういろいろ、例えば横割りのカウントダウンツイートだったりとか、いろいろ試行錯誤して、うちらなりにちゃんとねグループラインとかも動かしてそうやってるんですけど、なかなかやっぱ722にはいろいろ試練があるというか、神様がそうですね、ちょっといたずらしてんのかわかんないんですけど、そう邪魔をねしてくるんですけど、なんかいい報告ができればいつかねいいなって思います。こんな感じですね。うん、何か比較できるといいね。そう、俺はそう、そうタイミング、すべてはタイミング。そうパッツンしたんです。そういえばパッツン72曲もコンサートみたいなね、できたらいいね。72がいるから好きを好きになった。最高ですね。いい曲聞きたいな。そうぜひだから言えるようにね、なったらいいなって思います。サトカホとオシリンの髪型について。サトカホ変わったね。オシリンさんめっちゃ変わったのはね、びっくりした。でも可愛いっていうか、なんか似合ってる。うん、でもアリもねそんぐらい聞いたいんですよ本当は。なんかもう男の子みたいな感じにしたいんですけどね、ちょっと仕切ってる、なかなかできずに伸ばしてる今は気が変わって。昔71で配信した時、アイとアヤメロが歌ってた。何を、どういうことだ
イメちゃん、そうイメちゃん100年後のねワニについてはねインスタライブでねさっきねめっちゃ話したんですよ。そう、あみんな星投げてくれてありがとう。めっちゃ飛んでる、すごい、コンペイトがいっぱい。おタイミングが、そうそう、ボブ、ボブはもうねするかわかんない。でも今ももうまだ短いからね。そう髪の毛本当はねバッサリしたかったんですけど、インスタの画像可愛いか。えでも意外となんかファンの人、愛のファンの人はなんか理解あるファンの人がすごい多いなって思いました。てかなんか愛が例えば髪の毛が明るかったりしてもなんならなんかえ赤いのめっちゃ好きだったのになんで変えるのって人が結構いたから嬉しいし、なんか SK のファンの人は結構なんかその黒髪絶対みたいな、はんなんか反対する人しかいないと思ってたからなんか愛のファンの人っていうかその愛のことを好きって言ってくれる人はなんかそういうこと何も言わなかったからびっくりした。あとねあれね、まあ1ヶ月に3回ぐらいのペースであのトリートメントに行ってます。ちゃんと美容院って、だからびっくりした。だから多分キャラもあるんだろうなって思った。自分のそのスタイル、活動スタイルによってそのファンの人のなんか言い方も変わってくるんだなって思った。すごいアリは嬉しかったです。髪きれい、そろ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 瞳似合えばいい、よかった。そうだからそうやって言ってくれる人がいてよかったです。一人で美容院に行けるようになったのことが、でもそうなんですよ。でもですね心の中で話しかけないでくれとは思っています。今でもあいちゃん大ナイフゴアイちゃんでゲームしてる、ありがとう。そうあれも音声付きなんでねぜひ今は髪色のなんていう、今はちょっと怒られたので戻しました一人焼肉はいけない、一人映画はもう絶対なんですけど大好きなんですよ、一人で映画見に行くのが。一人でね映画見くのが大好きでとてつもないぐらい大好きなんですけど、ちょっとねご飯はねいけないですね。そうなんですね。あのトリートメント担当さんやった人、何どういうこと？ピエンピエン、そう、あそう映画をねこの間見に行ったんですよ。あこの話したっけ、インスタライブでしたわ。あのスマホを落としただけなのに見に行ったんですけど、あの今やってる白石麻衣さんとかが出てるやつ、もうめっちゃ面白かったですよ。なので皆さん見に行ってください。でアリとこの感想の共有をしたいので、映画を一人で行くのでなんかその友達と行って終わった後にその感想を言えないんですけど、言う人がいないからちょっと見てください。マジで怖かった
本当に怖かった。その映画が終わった後にもう怖すぎて、 7D2 で結構真剣なグループラインがあるんですけど、 7D2 の真剣ななんか話し合いをその 7D2 のグループラインでみんなしてたんですけど、映画を見てもう怖すぎて、もう本当にあもう無理みたいな、一人で歩けないみたいなもんなって、 7D2 のラインにその話を遮ってまで、で無理怖い見てたんだけど死ぬ助けてって言ってずっとラインしてた。本当に見てください皆さん、超怖い。でもめっちゃためになりますね。あれもうそれからスマホが怖くてしょうがないです。携帯のカメラとかを押さえちゃう、めっちゃ。リー Wi-Fi は危険、本当に。ちょっとね、そうだから Wi-Fi 今絶賛定着中なんですけど、めっちゃお店とかでもWi-Fi をねつけたいんですけど、つけるのためらってしまいます。怖いもの見たらそうなったの。いや怖いと映画って知らなくて、普通になんか話題になってたから、予告とかも一回も見たことなくて、なんか前の最初の作品も見てないのに見に行ったんですけど、全く話が別だったから全然見れますし、別になんかそのあんまりその関わってないから、シーズン1見てない人でも見れます。だからスマホのその2を見てから1を見ました、携帯で。そうだから見たことない人も見れる。もういろんな人におすすめされて見たらもう本当に良かった、超良かったけど怖かった。お化けの怖いやつじゃないんで、あ見れます多分。でもメンバーの携帯の中身って精密情報やな。うん、でもアリもなんか過去にそういうちょっと経験があるので、なんかあの時のことを思い出して超怖かったです。人間の怖さあるね、確かに。そうそうそう、情報をね、何も知らない状態で見たんで余計に怖かった。15分で3700人ペース早い。嘘、早いのこれは。嬉しい。神さん、さらさらさら1見てないけど先に見たくなってきた。え、全然本当に見れますよ。アリは映画見たらブログでもどの作品書いたか見たか書いてくれるといいかも。確かに人間怖い、人間怖いよ本当に。見てください、うん、すごい。ああいう人いるのかな、本当にハッカーみたいな。何事かと思って見に来ちゃいました。お、いいじゃんいいじゃん、ピースピースして、はいピース。いるんだ、すごい。すごい。そういうのできるよって人います？あれパソコン疎いから。すごいな。なんか監視カメラとかをもう見れちゃうみたいな。痛く。ハッカーと戦ったことある？どういうこと？ハッカーと戦うってどういうこと？あ、防御力極めまし、あ、面白い。そう、防振り見てください。防振りもアニの今結構おすすめするアニメです。
見てる人いますか？盗聴器を探すことのできる。すごい。うまい。怖いですね。そういうのは良くないですね。アニメ見てる。お、ハッカーではないけど自分でプログラミングしてブログを自動ツイートして、すごい。すごいですね。それは。時計の音大きい。そう、大きいの。もしハッキングできてもいいわけない。確かに。主人公アイドルに似てる。嘘。メープル超かわいい。あ、もうふわふわ砂糖。でもアニメに結構サリー好きなんですよね。うん。唇はね、どれだっけ、これ塗ってます。今シロップちゃん欲しい。わかる、超欲しい。仮面乗りたい。来週ぐらいが最終回かな。え、早くない？早いよ。でも、そっか、めっちゃ長いことやってたもん。人参ジュースじゃない。ぬいぐるみは何種類ありますか？何のぬいぐるみですか？どうもにやってないんですよ。やったことない、人生で一回も。でも今流行ってるから、なんかでも何が面白いのか分かんなくて、あれみたいな感じ、友達コレクションみたいな感じですか？前髪来たら似合ってて可愛い。やった、ありがとう。でもなんかどんぶりの実況みたいなの見たんですけど、なんか何が面白いのか分かんなくて、はい、これでプルプルになります。なんかね、みんなやってるからやりたくなるけど、やりたくなるるけど、スイッチ持ってる。何のゲームが好き？え、もうダントツマリカ。もうマリカが楽しくて楽しくてって感じ。マリカ楽しい。うん。ちょいちょい聞いてみると興味ある。確かに。スマブラやったことある。ある。あるけど。あのね、あんま、あの種類が全然増えないんですよね。アプリのやってるの、スイッチのやってる。で、大ちゃん見せていたいから24時間延期配信してほしいな。それは、ちょ、無理かもしれない。無理かもというか無理です。マリオパーティーやってない。バナナばらまいて、そう、あれバナナが一番嫌い、あのアイテムの中で。やっぱキラーが一番いいんですよ。あのビリになってからのキラーで追い抜いた時の達成感。マリカーとドームにあんまいるかも。え、だからあれトモコレみたいな感じじゃないんですか？違う？それとは。ゲームしてる時に一人ごっつかいそう。あ、言うかも。バナナ投げて自分で踏んだ時の脱力感。え、わかる。コーラとか、なんか緑コーラ投げて、なんか壁にどん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 こうやって当たって、自分のところに、うん、なんか自分が進んで自分に当たった時、自分のコーラで自分が自爆する時。Wii のマリカ、うん？スイッチのマリカ楽しいよね。ちょっと跳ね返ってくる。
でもなんかショートカットとかした時の楽しさは半端ない。で抜かした時、コーラ押し投げるものやろ。そう、それはそうだけど、なんか前にいた時とか一番いいのは、なんか前にがよくやるのは、後ろにずっとコーラをつけとくと、他あの後ろにいる人にコーラをぶつけ合えても防ぐことができるから、つけてる。1位をずっとキープしてる時はそうやって言ってる。スマホのマリカーは入れたんですけど、使いにくくてあんまやってなくて。防御に使うパターン、そう防御、そう防御にくくぶりするんだよ。福士ちゃんさんへタコジありがとう。あるある。そう、コーラ保存型 200cc 早すぎ。でもなんかその早いやつやってから普通に戻すとめっちゃ遅く感じません？普通か。それはマリカー運転するとき体も動いちゃう人、体もガッチガチ になっちゃう人、逆にマリカーでキャラクターがジャンプするときに自分もジャンプする人いるよね。ね、何それ、嘘。ちっちゃいでも持ち運べるしね。確かに。あえて相手に使わずドライビングテニックだけで頑張ってみよう。なんかね、アイテムでもなんかありますよね。この時にキノコ使って早くしたらもういいみたいな。何で手で言ったらいいの。日本語習いたてなんですよね。あれだからちょっと伝われない。雷落ちたら最悪、わかる。え、でもあれなんだかんだ炭もやだかも。どんまりやってるメンバー多くない？そう、多い、みんなやってる。日本語の入ってて、キャラクターは昨日ピオ使ってるか、よし。日本語の間で日本人で、日本語最近覚えたんですよね。イカスミ結構うざい。あれ、アイさんこんばんは。こんばんは。まつげ絶好調。まつげヨッシーね、いいよね。ヨッシー使いやすい。え、キノピオも結構使いやすくないですか？ね、使いやすいよね。じゃあ次のテーマは、テーマ送ってください。話題テーマ。最近めっちゃ可愛くなった、嬉しい、ありがとうございます。最近アピールの仕方を変えたんだね。なんだそれは。あれ、なんか変わったかな。なんかあれ変えた。 K2 メンバーについて語る大富豪 CM 狙うのは4月。え、あれっていつやったらいいんですか。あれなんか教えてほしい。なんか告知する、なんかこういうのやりたいですって出そうと思ったんですけど、大富豪のいつから始まって何やればいいか分かんないから教えてほしい。詳しい人いたら。アイリがソロで歌うとしたらどの曲がいい。彼女を歌いたいですね。 JK までにしたいこと、今高2なので、あ、高3かも。ね、やばい、高校生じゃなくなるじゃん。やばい。なんだろう、制服ディズニー。制服ディズニー、現役のやっぱコスプレになっちゃうわけじゃないですか。
卒業したらあそこですよね。うん、あれだな、なんかいっぱいありますよね。だってその例えば高校生を卒業しても二十歳にはなれないし、人生で我慢、シルクディズニーね、そうシルクディズニーしたい。秋はね、CM の権利はあるよ。どっかの月で2位までになれば CM 流れるし。秋？じゃあ4月やります。4月。え、それはいつから告、いつ告知したらいいんですか？何したらいいの？どうやって1位になればいいの？ 2 位とか。マジで無知なんですよね。来年18位なのか増える。え、でも再度18って感じ。もう18位も未来しかないよ、まだ。やれることいっぱいあるよ、18で。なんかいろいろ変えれるしね、18は。人生、経図を。愛と制服ディズニーしたい。制服ディズニーしたいって言ったけど、一緒に行ってくれる友達がいなかった。制服ディズニーの制服、制服ユニバと、あと何だ、制服観光。あやちゃんの体にして、とにかく、あー、友達少なそう。やばい、言われてんな。言われてんな、これは。友達少ないな、確かに。合ってるんですけどね、それ。観光、お前早く大人になりたい。なんかルールが嫌だ。うん、でも友達はもう、なん、どんだけ本当にもう家族のように仲良くて、毎日毎日会ってでたとしても、絶対に何か一つのしょうもないことで縁切れるものですよ。握手会みんなで制服、あ、いいね、制服みんなで制服しようよ、ファンの人と。大人になったらルール増えるで、確かに。でも今も多いから、それは友達なの。だからその時に気づくんですよ、多分。みんな失ってから気づくの、あれは友達じゃないんだって。大人になったら即アウトになるルールが増える。ああね、うん。好きな番号ある？37とか。誰が CM、セブン、ああ、いや。ワンクロック好き、わからない。なんでみんな番号聞くの？怖いんだけど。ごめん、誰がね。イベント、今月開催みたい。毎月開催みたい。どういうこと？だから4月できないんですか？初見です、こんばんは。嘘だ、初見マークがついていない。ハッカーか。そう、スマホ見てからさ、番号聞かれると怖いんだけど。競馬でもするんちゃう？あ、そういうこと？4月やる。え、じゃあ4月の1日から始まるってことですよね。メーカーオンラインすることある、習得することある。あいちゃん出しても暗証番号のせい。え、そう、なんか怖い、やだ、なに、やだ、怖っ。
電話話したらよかった、ありがとう。4月誰もになる何も買えばよくないし、4月できるの今のは3月31日。ああじゃあ4月にしよう。ドラマになってます。いや違う、あれね乗っ取られたことがあるんですよ。あんまり言っちゃいけないんですけど多分。はい、あいちゃんの握手会に行きたい、来てください3月30日14時から。ん ?3 月31? 14時から4月30あ、じゃあ3月30 3月31にやります。じゃあからやります。え、それあのインスタの DM とかに書いてほしい、アイリの。あのツイッターのリプとかでもいいんですけど、ちょっと後で書く、忘れちゃう。なんか詳細めっちゃ詳しく分かる人をなんか送ってください、どっかに。なんか忘れちゃう。紙杉の話は来た、来てない。でも普通に今コロナだからできないしね、タイミング的にも分かんないけど。じゃあ特殊なんて言うのこれ、なんとかカード、推しカードじゃなくて、あそう、愛のカードを集めてほしいです皆さん。愛のカードのガチャは引けるイチオシガチャってのがあるから、その前くらいに告知しておいて。え、そんなんの、いついつやあんのそれ。4月に誕生日交換のあるメンバーには要注意。9月ないの、9月。9月もやってないか、その時に。ちょっと分かんないんですよね、だからちょっと説明とか全部送ってほしい。現在の縁は3月前。てか4月誰かやるかな、なんか嫌だな、戦いたくないんだけど、あんまり人と。なんかさ、ゲームとかもそうだしさ、ゲームはいいと思うんだ。でもこういう権利を取得できる系ゲームはもうこうバチバチ感が本当に苦手。 CM のあショールームのやつもそうなんですけど、4月は多いか、有料イベント多いからな。うん、平和主義、え超平和主義、やだ人と争いたくない。うん、優しか、優しさ。え全然優しさとかじゃないけど普通に、うん、そうなんかバチバチ、なんか見えない壁みたいな気が嫌だ。そうでもね、こういうねことを思ってたらダメなんですよ。はい、4月誕生日の人いる？いるかそりゃ。じゃあ皆さんね、じゃあ力を、お力添えの方をよろしくお願いします。うん、あんまりやんないからさ、あゆのファンの人暇だよ多分。暇だから多分みんないつでも準備しといてください。うん、今のカードの一押し力が、うん、あれちょっとよくわからない、流れてしまう。あ自分4月誕生日でした、おめでとう。あまだか、そんなことないよ。
今は愛の顔だけ集めてる。よろしくみんな頼みます。じゃあ4月のやつやるんでぜひ。すごいもう6500人いった。ありがとうございます。3月どう？なんか言い出した。やるなら5月がいいって言い出したけど、どういうことこれ。え、3月までなの？そうなの。え、じゃあ、え、5月の方がいいの？わかんない、もう。月末の一押しガチャで。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。よくわかんないな、これは。中押しだけど、メンバー自身がゲーム頑張ってて、支援したから。そう、でも大富豪は普通に好きなんですよ。でこのアプリ自体も好きだし、普通に夜中に暇だったらやってるから、なんかやれそうな気がする。普通に落ち着こう。え、落ち着いてる。めっちゃ平常心保ちすぎて怖いぐらい。アイタの角全然ない。え、でもみんな今のうちに集めてください。アイに会ったことない。嘘、アイに来てくださいぜひ。そう、 CM 選抜でね、撮ったからね。選抜じゃないや、大富豪の CM、 そう撮ったから。ぜひ調子ガチャ聞く。お、よろしく。調子ガチャまでにコインを貯めておくのよ。コインはね、今ね1万2千ぐらいある。アイタの大富豪 CM 選抜、何これ CM 絶対見た。お、ぜひ。ガチャはあれです。この間引いて K2 の大富豪ライブの時の自分のカードを引きました。それがアリの持ってる一番新しいカード。コメントこまめに変えればすぐ声たまるんじゃないか。いやでもすぐ何回か変えててもちょっと200円とかなんですよ。でもなんか1時間ぐらい空けて、1時間かなんか分かんないけど時間を空けてそのコメントを変えれば2000円とかもらえるんですよ。200はもらえなかった気がする。いいねの数だからね。いや違う、いいねの数じゃなくて、いいねの数でもらえ、あの燃えるか、もらえる数じゃない。あれはうん違うよ。あれめっちゃそれね研究したもん。ちょっと一回開きますね。じゃあうるさい、うるさい、うるさい。これなんですよ今。じゃあコメントを今おはようってやりますね。みんないいねを押してくれ。みんないいねを押してくれ。こんばんは。
今ね、に、あ、あ、消えちゃった。2500ぐらいもらった、今、いいねで。いいねのコインもらった。2500ぐらいだった。更新します。何にしよう。こんにちはにしますね。押した？みんな押した？500もらった。あれ？500円もらった。こんな高くないのに。ちなみに今61いいね。じゃあ次もう一回変えます。今500だよ。61いいねで500もらった。次ヤッホーにします。押した？みんな。これ更新されない。ヤッホーね、今63いいねで750円もらいました。こんな感じ。750。これもらえるらしい。ちなみに今のね、お金26,242。じゃあまたお休みにする。金持ち。増えた。でも今ガチャは回さない方がいいんですよね、これって。これ今ガチャしない方がいいんだよね。一押しガチャの時に回した方がいいの？いいねした人って分かるのか。分かんないようになってる。出ない。じゃあ一応4月まで貯めます。更新何にしようかな。あ、そう、これ見て。メンバー組み合わせるワードを選んでくださいって項目があって、メンバーのね、自分たちで考えたこういうのがあるんですよ。頑張るちゃんとか、なんかなんてこったパンナコッタみたいな、あやメロディーとか、おしりんとか、アイリは、あれアイリかな、アイリが一番、アイリが一番っていうのがある。ほらここにアイリが一番って。アイリが一番にします。みんないいね押すんだ。次のイベントの時まで待った方がよくない？その時の時で。そう、だからガチャは回さない。ガチャは回しません。これでたくさん見つけます。ありがとう。押した？みんな。え、更新さん、あ、72いいね来た。メンバーは常に自分なの。そうそうなの。
なんかこのアカウントをもうもらった時点で自分なんですよね。わすごい、いっぱいお金稼いでる今。じゃあ3万まで3万円になるまでちょっとやる。3万円になるまでやる。何にしよう、言葉組み合わせますね今。すごい好きな言葉とかあるんだけど、これあれ何にしたんだろう。何これ、すごい、何にしようかな。いや、やりがね、今やったのはね、ライブ、あ、やめた、ツアー、イベント。いや違う、やっぱやめよう。ライブ、イベント、ライブ、イベント、ライブ、イベント、現場、いけ、みんないいね押すんだ。更新したよ、投稿か、あ、投稿やったよ、みんないいね押して、いいね。ね、今のはね、ライブ、イベント、現場、全通、遠征、コスタン TO。 ライブ、イベント、現場、全通、遠征、コスタン TO にした。マウント、すごくない、このオタクすごくない、このオタクすごくない、ライブとイベント、現場、全通、しかも遠征、子さん、 TO。 よし、更新する。お、89いいねですね。お、970円をいただきました。もうちょっとで3万いく、もうちょっとで3万いくよ。じゃあ次は、すごい、モバメとかいう言葉あんだけど、どうしよう、これで、ね、楽しいのたまにねやるの。どうしようかな、うーん、
オッケー、いいね押してください。いいねいいね、スムージースムージーのメンバー推しの方に1枚でもいいからあいつのカードを入れてもらうことも確かに現場最善優勝新規優勝っていうのはあれです、勝ち組ってこと。しかも新規しかも新規なの、何があって。お、1000円もらえた。1000円、あとちょっとで3万いく、すごい。バイバイ、さよなら、お疲れ様でした。優勝、勝ち組、勝ち組オタク。ビンゴで最後に呼ばれて優勝じゃないのか。勝ち組オタク。更新します。みんないいね押してね。あ、3万いった。でんピント合わない。3万いった。じゃあ終わりこれだけ。ありがとう、みんな協力してくださって。じゃあみんなには次はもっと簡単なお仕事があるんですけどじゃあみんなにちょっとやってほしいことがあって、ちょっと頼んでもいいですか頼んでもいいですか。やっぱ大富豪のいいねを押してくれるってすごい難しいことだと思うんですね。すごいすごい、はい、そう、ちょっとめっちゃね、この仕事でマジ難しい仕事なのに、まあ少なつんすごい、もう秒でねみんなはこなしてくれた、すごいと思うんですってことで、まあ、みんなにはできると思うんですけど、Twitter の、フォローをねちょっとお願いしたいんですけど、フォローとですね、この4時間前に投稿しているまぶしかったって投稿している4時間前にね投稿している1枚の画像にですね、いいねとねリツイートの方をねちょっと押していただけないかなと思って、でね、それはちゃんとフォローしてくれた人をねちゃんとね今から名前を呼びたいと思うので、ぜひね、フォローしてないよって人はねちょっと今ねちょっとフォローしてほしいなと思って、でフォロー解除とかねした人はねもうすぐ分かるんで、そういうのやめていただきたいんですけど、あでもすごいいいね増えてる。でもみんな見てる人さ、もうフォローしてくれてる人いるよね。でフォローしてくれてるもう皆さんももうすっごい大好きです。サブを返してくる、そうだからみんなそのサブアカあるでしょ、リアカとか皆さんが俗に言う鍵アカとか、フォローしかしてない。100点です、もう100点です、素晴らしい素晴らしい、本当にすごい、フォローしてくれたガクタタンピさんありがとう。リカさんありがとう。
女の人かな。武士さん、うわ切れちゃった。武士さんありがとう。これ武士さんで合ってるかな。フォローありがとう。次、名前の呼び方違ったらコメントに書いてくれると嬉しいです。とジャージル王子さん、りょうさん、スカオさん、坂本マリン、パッションフォーユー応援アカウントさんキツネさん、クマトキドキマリンさん、めっちゃマリン推し多くね。なおちゃんさん、ありがとうフォロー。ニーキック SR さん、ショールームアカウントかなこれは。小次郎さんありがとう、ありがとうみんな、すごいみんなフォローしてくれる、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みんな持ってるでしょその第二のアカウントあ、ユーロさんありがとう。じゃあ今からまぶしかった投稿のリツイートいいねしてくれた人の名前をしっかり呼びます。あ待ってね、飯を食べな汁冷めるさん水野愛理ちゃん、シュキシュキさん、青海ひなの応援アカウントさんあとイルカとリンゴの絵文字の人方ありがとうございます。あとあとイリコだしさんありがとう。応援アカウント多いとてつもなく応援アカウントが多いですね。次、これなんて読むんだろう。 LIO さん、なんて読むんだろうこれ。なちょっと読み方を教えていただけるといいです。 YouTube 観覧アカウントでしたこの方は。嬉しい、リップしてくれてるスカオさんありがとう。みんなありがとうございます。じゃあね、いいねとリツイートの方もね読んでいきます。これってさ、今リツイートしてくれた人の読むのかな。リツイートバッとちょっとだけ読みますね。スカオさん、ショウヘンさん、ごっちゃんさん、おにきゅうさん、ツットンさん、ラシュルトさん、いい子だしさん、ジャージル王子さん、坂本マリ応援アカウントさん、青海ひなの応援アカウントさん、イマピーさん、アルナーデさん、クロイツさん、しんのすけさん、ガクタンピさん、フロントローさん、ユローさん、ニーキックさん、ルシさん、ラビュリーズ神押しさん、メートリアユムさん、藤友さん、これなんて読むのかわかんない、斉藤さん、大庭さん、つなめりさん、横高さん、さあさきさん、ここら辺までリツイートは読みます。いいねは牛島田中さん、黒の黒さん、くすずきさん、 AG さん、タイサーさん、ポッターさん、黒猫さん、ナオブさん、学級委員長さん、ブラタンさん、ニッシーさん、ヒデさん、翔平さん、ごっちゃんさん、レンジーさん、スカオさん、ナカちゃんさん、ツットンさん、イリコレスさん、あ、ここら辺一緒だね、さっきと。マコリンさん、シュンさん、ピエロさん、よっちゃんさん、この辺も一緒ですね、大体。あ、フォローしてくれた、また。
アズマンさんとありがとうございます。あと野村美代ボットさんありがとうございます。なんかさ中の人が多くないありがとう。じゃあ皆さん、あ、初見さんがいる。名前呼んでくれてありがとう。また劇場公演再開したら継続を見に行きます。ありがとうございます。ぜひ待ってます。初見さんありがとう。髪色好きありがとう。初見さん、リクさんありがとう。サバーカでフォローしました。ありがとう。みんな嬉しい。なんか何ほ、なんか結構増えた。やった、ありがとう。みんな嬉しいです、すごく。じゃあ次みんな終わらない戦い。あのね、ちょっとインスタグラムの方をね、インスタグラムの方をねお願いしたいんですけど、いいですかね。インスタグラムをちょっとフォローしていただきたいんですけど、はい、いいねはね別にしなくて大丈夫です。インスタの方はフォローの方だけちょっとしていただきたいなと思うんですけど、どうインスタ見ていきます。もうフォローしてくれた人がいるぞ。ちゃっ、え、なんて読むのこれは。ちゃっくんさん、田中さん、フォローありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みんなてか待って、怖い。9000人だ、もうすごい。こんな変な配信なのにありがとう、みんな。うん、今日もねヒューヒューとのプリクラの写真を載せます。あ、増えた。GOIBACH さん、なんて読むか分からない、ごめんなさい。これ絶対たまたまな人なんでちょっと読まない。ヒロさんありがとう。なかちゃんさんありがとう。今西さん、あ、本名の方読んじゃった。今ピーさんかな。ゆうまるさんありがとう。ふみめろさん、ドラマ1ありがとう。嬉しい、ありがとう。次、48リンゴ48さんありがとう。ラシュートさん、ハート10ありがとう。あ、 KAA3 アンダーバー、ちょっと読めなかった、ちょっと後で見ます。ツイッターフォローしてくれた。アゾアズマンさんありがとう。みーへえ、ちょっとナトリさんでいいですか、これ漢字の方で。ありがとう。ダイブンさん、これありがとう。嬉しい、すごいフォロワーいっぱい増えてる気がするよ。ふだじいさんありがとう。オリー CE さんありがとう。 CE ってなんて読むの、せ、詐欺これ詐欺さんなわけないよね。 SAGI ってなんていうの、いい営業活動でした。詐欺さん、やっぱ詐欺さん合ってたわ。詐欺4848さんありがとう。次、ルラ、え、 RAHBOM
52416983ありがとう。絶対読み方違うよね。田中さんありがとう。嬉っちアリちゃんはご機嫌です。今すごく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 ご機嫌です。ザイマのフォロワー18,054人です。ね、早く2万人になるにはどうしたらいいんでしょうか。ニューさんありがとう。この人フォローしてたよね前、多分だけど。アリのこと解除した可能性がある。ねえねえ、こっちに変えます。ドン。お、いいね、持ちやすくなった。2万目指して頑張って、うん、そんなバレる。なんか見たことあるからアイコンが。アイちゃんかわいい。あとケイツの目も好きです。よかった、ありがとう。解除してフォローし直すのはタブーです。バレますよそれは。うん、いい配信だ。こういうね活動をしていくのはありだと思う。すごくすごくありだと思う。影持ちさん初見じゃないですね。KA3 さんフォローありがとう。ツイッターすごい。みんな解除するのダメだからね今日。今日は耳が深い。見た目パッチにしたからかな。これがアリのやり方。そうアリのやり方。誰かの耳聞いてるの？いいですね、誰かの耳。こういう使い方をしていくのはありだと思う。ワーク。すごくいいが、わーが、わーわー。何しようね。何しよう。うん、いい活動です。誰かの耳の歌詞が理解できない。え、理解しかできなくなくないんだけど。で、理解しかできないんだけど、だからいじめちゃダメだよって。大まかに言うといじめちゃダメだよじゃないな、なんて説明したらいいんだろう。ちょっと日本語そう覚えてたから、ね、評判なんてどうでもいいじゃん。じゃあ歌詞について理解していこう今から。ちょっと誰かの耳の歌詞表を渡します。あ、やばい、もうすぐ2時だ。めっちゃなまっちゃった。もうすぐ22時。なんかこの子はいじめられてるんですよ。で、言ってもいないことで噂が立ったりとかをするんですよ。でも嘘は広がれば真実になるんですよ。そうで、でもこの子は評判もどうでもいいじゃんって、何言われてもいいじゃんって言ってて、もうそんなこと言うなら
面と向かって自分に言えないならネットにでも書いておけって、真実でも偽りでも今日も誰かが拡散してるっていうのは、例えばツイッターとか口頭とか噂とかねで言ってもないことをどん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 拡散されていってる今日もっていう。で2番はね、食堂で偶然会った仲がいいと思ってた子までぎこちない作り笑顔で急に席を立った。え、もう普通に歌詞見たらめちゃめちゃ分からん、普通にこの説明超してるじゃん、だってこれ歌詞がもうだから食堂で友達だと仲がいいと思ってたね子までがぎこちない作り笑いで急に席を立ったよってことだから、多分その子がいじめられてるのを見て、多分自分もいじめられたくないから仲良くしてたけど、一緒にご飯を食べたらねまた自分までいじめになっちゃうから、うん、いなくなってその場から立ち去ったってことでね。でいじめはウイルスだ、感染予防は接触しないのが賢明だってさっていうのは、いじめはもうウイルスだからもうどん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 伝染していくわけですよ。そうだからもう最初から関わらないのがいいっていう、関わらなければいい話、しっかり手を洗え、自分が移されなきゃ、ほっと胸をなで下ろす、これね、しっかり手を洗え自分が移されなきゃっていう歌詞なんですけど、歌詞には感染って書いてあるんですよ、移されなきゃの。だからそう、自分がその噂という名の感染病に感染しなければか、ほっと胸をなで下ろすってことはもう私がいじめられなければいいみたいな考えなんですよ人間は。コロナの歌ちょっとはい、ちょっと違うんですけど、で正義なんてどうでもいいじゃない、確かにそうですね、誰も得しないですね人の悪口を言っても、なんとなく誰かの足でも引っ張りたいだけだ、名前も顔も名前も隠しながら唾を吐いて楽しいか、悪口とか陰口とか人の服は蜜の味かい。これはもうそうですね、いろんな掲示板まとめサイトにて私たちの悪口を書いている方に会えれば言いたい、誰かの耳を見なさいそうですね、本当にこの通りだと思います。はい、言いたいことがことなら何でも言えばいい、こそこそ話してもいつかブーメラン、そうですね、あなたに帰ってきますというはい、そんな感じですね、誰かの耳はって感じです。もう歌詞見ればもう分かります、誰かの耳は理解しかできも理解です、もう合ってるか分かんないんですけど、多分アリの解説はそうだと思います。うん、歌って素晴らしいですね、素晴らしいです。アリ全然作詞してないです、もちろんそれな、あれ大好きこの曲、シングルでもいい本当に。やばい22時じゃんもうすぐ、まあ、ってことでそうですね、ショールームはできる時間が限られてるのであれなんですけど、そう大富豪も4月にねやりたいと思うので、ぜひちょっとこっちにします、やっぱり。そう大富豪もあるのでぜひお願いしますって感じで、やばいもうすぐ1万人行くのに、あとあれです、なんだっけ、そうインスタとツイッターのフォローもいいねもありがとうございます、すごく嬉しかったです。あ1万人行った、嬉しい、やパチ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 8888すごい嬉しい、ギリギリ
はい、ということでありがとうございました。来てくださり、インスタの方からインスタライブも見てね、来てくれた方はもう長時間付き合ってくださってありがとうございます。初見さんありがとう。はい、ということで、あ、ゼロポジ、そう、今日らしいのでぜひ見てください、それも。では今何時だ？あ、54分じゃん、まだいける、まだいけるわまだいけた。そう、引用リツイートといいねお願いしますね、これからの投稿も。あ、じゃあショールームのランキング見ますね。何位までだっけ、誕生って13位から見まーす。ピーカタさん、わかんない、何て言うんだろう、ありがとう。12位シゲタンさん、11位ウヘヘさん、10位ラッシュルトさん、9位あ変わっちゃうもう一回見ます。ピー、もうここの人わかんない、ピカチュウさん、ピーちょっと違う、ピカタさん、ありがとう。12位緑茶さん、11位しげたんさん、10位ゴロスケさん、9位ひろえものさん、8位アンドレイさん、7位あいのめりさん、6位やっしさん、5位まさのさん、4位リカーズさん、3位しゅんすけあっとよこさん、2位ふくしちゃんさん、1位激アイズさんでした。ありがとうございました、皆さんありがとう。はい、ということで、あ、星もね、ありがとう、みんな投げてくれて、アイテムも嬉しいです、すごくあ、まさのさん、だるまも投げてくれてありがとう。あと、なんか言ってない人いるっけ、あ、ゴリゴリハマーさん、だるまじゃありがとう。俊介やこさん、アイスじゃありがとう。こう、ピカタさん、ハート100ありがとう。読み方がわかんない。カットシさん、かわいいスタンプありがとう。宮崎さん、かわいいスタンプ5ありがとう。リカルさん、アイス10ありがとう。キミッパさん、かわいいありが1ありがとう。ちえもりさん、かわいいスタンプ2ありがとう。リカルジさん、タコとかいろいろありがとうございます。ということで、だるまカットだるまありがとう。嬉しいです。くれてありがとう、1万人も。大富豪やってね、みんなカードアリのカードをぜひ3月31まで、ん ?2 はね、結構ちょっと揃えてほしいなって思います。アリ推しじゃない人も1枚だけでもね、カードに入れてくれると強いみたいなんで、ぜひ入れてください。ではバイバイ。またいつでも配信に来てください、気軽に。神様ハート5ありがとう。バイバイ。またね、さよなら。お疲れ。お疲れ、みんな。ありがとう。バイバイ。